まりあれだ。最近150だとなんかプロじゃ普通に投げるみたいな感じ。昔だったらえげつねえってあの。バットの重くなる。いやでも重いあれ本当に。これで浅野打てねえぞ。浅野70キロ速かったらだって打てねえ。俺のボールってこういう感じだよ。いやでもゆっくり投げてる。もうちょっと速い時はもっと速いけど。村上は剛速球。村上やばい。なんか伸びてくるんだよ。速いし、なんか投げ方もちょっとさ、なんかちょっとタイミング取りにくい。そうそうそう、怖い。ガコーン。そう。あの我々の中でも一番頭が速いやつ。スタミナはないけど。今受験中なんです。そう。医学部受け直してるからあれなんだけど。今いろいろあって大学受験中なんですよ。そう、あの一番速い人がいる。別に野球何もやってなかったんでいきなり投げてる。あのあんまりじゃ遅いからゆっくりタイミング取ればいいよ。え、何やんハンドボール。そのことは、いや卓球部、しかも中学しかやってないから、ね、帰宅部のエースって言われて 50m もだって7秒2とかそういうのなんだよな。確か肩だけは強いから。いや足も速いし、基本的に運動何でもできるから。中学の時はもう俺が帰宅部のエースだったけどね。高校になってたら彼に奪われた。こいつじゃないね、帰宅部。いや、エースじゃない。こいつはエースじゃない。まあ、打線だったらまあ走らんくらい。村上はマジで速いもん。そのから1イニング投げないんだよ、ソフトボールでも。何やってんの。帰宅部は相手優秀な人材揃えてたんですか。伊藤違ったんだっけ。そう、俺は一応囲碁部、高校囲碁部だったから。そうだ、囲碁部。もう運動はやめようと心に誓って。村上相撲も強かったじゃないですか。帰宅部にしとくにはもったいない。クラスの中でトップレベル運動できたわ。あいつスペースの中でトップレベルの能力を持つって言うんですよ我々のところ。ちょっとね、打撃はねあんまり大したない。あ、そうそう。でも球がピッチングとにかくやべえわ。ピッチングがすごすぎて打撃のこととか言われないんだね。当たらねえもん、マジで。バッティングセンターの120キロ多分速いイメージがあるもん。ほんとに速いよ。回転がしっかりかかってる。120より速いよ。速い。高めにね、もういいボール来るから。もう振りに行ってもね、全然、もうマジでタイミング取れないし。変速フォーム。まあ、ちょっと久しぶりに勝負したいけどね、今だったら当たるんじゃないかっていう。練習のね。おとといも、あの、図書館で勉強してたんですよ。取っといたよ。そういうボールでも誰も当たったことないからさ。当たったらもしかしたらああいうの意外と飛ぶんじゃねえかな。飛びそう気はするんだよ。ああいう回転いいボールってなんか当たると飛ぶって言うじゃん。俺あいつが本気で投げたのとまだ勝負したことない。当たる。その村上君っていうのは大体ね1イニングぐらいで故障しちゃうんだから、その時打順が回ってこないと三者問題にしかも終わってない。